ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が二人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご孔明を兼ねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官、召使い。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束をしたんだ。時間があったら一緒にお茶を楽しもうとね。ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず、タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。旅人、ケーキはどうだった？そうか、なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは私とフリーナ殿と大して変わらない。最近彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう、講師が失踪したということをね。まったく心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。そういうことなら僕からも一言付け加えよう。その者の武芸はまあ悪くないものだ。うん、おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。ああそうだ、忘れていた。彼はまさに君の目の前で最高審判官ヌビレット殿に裁かれたんだった。私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。ヌビレット殿の手際にはまさに感服せざるを得ない。そうだろうな、君であれば確かに調べられるだろう。そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なのだよ。この情報をもう少し早く聞けていれば私ももっと喜んでいただろう。だが講師が失踪してからすでに長い時間が経っている。おい、どうしてそんな確証を持てる？だってオイラたちあいつがメロピデ要塞を離れた手がかりを見つけたんだ。その手がかりはどこへ向かった？メロピデ要塞は水中に位置している。正門から堂々と出ない限り水路を使って脱獄することになるはずだ。彼が無事に海底から離れられた証拠を見つけたというのか。ほう、それはいいことだ。つい先日彼の妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため私が代わりに受け取ることになったが。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。拝啓、親愛なるトーニャ。俺は今歌劇場の前で街の景色を堪能してる。こんな感じでいいのだろうか。手紙というのはある程度の型があるものだ。内容さえ正しければどんな書式でどんな言葉を使っても。あれ、
カップの中身が揺れてるぞ。これもきっとアルシの予兆だろ、フリーナ殿。その言い方よく理解できないんだが。予言が次の段階に入ったんじゃないか。いいだろう。おままごとはここまでだ。フリーナ殿、神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それともそれはあくまで私の憶測に過ぎないのかな。君のその表情を見るに、私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。何が言いたい。この後に及んで外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。予言にある内容が少しずつ現実になってきている今、それについて最も把握しているのは君だ。にもかかわらず、君はここでのんきにお茶を飲み、ケーキを楽しんでいる。まるで、ガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。このままで、本当にいいのか。予言は、すべての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や、自分を救う方法を模索している。ハウス・オブ・ハースの孤児たちでさえ、この故郷を救おうと尽力しているのだ。それなのに君は？魔人フォカロルス。君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。違う。僕は予言を軽んじたことも、悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。神に対して勝手な憶測をするなど、不敬極まりないぞ。いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まうあまたの民たちが同じ疑問を抱いているはずだ。水の神よ、君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちはいかにしてこの時期沈んでしまう土地で生きればいい。僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。僕のことは軽視してもいいが、僕を否定する資格など君にはない。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど、このまま続けていけば僕は誰にも恥じることなく胸を張れる。ならば問おう。フリーナ殿が言う努力とは？それはどこで見られる？僕は。予言と同じく、すべてはその時が訪れれば開示される。君はただ、それらが見えていないだけに過ぎない。なるほど。さすが神だ。その努力とやらが私たち凡人には見えないものだとは。では僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおう。フリーナ殿、開示できる部分だけを私たちに教えてもらうことはできるだろうか。例えば、そう、この災いに対する措置とか。措置は。その表情から察するに、まさかこれも言えないと。措置も秘密にすべき内容だ。では少しヒントをあげよう。君たちの油脂祭帝カーディナルは一体何のためにあるものなのか。今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは何に使うつもりだ。油脂祭帝カーディナル？それはただ見ての通り。君もよく理解していないと、そういうことかな。私の推測が正しければ、ある計画を企てている者がいる。ただ残念ながら、それは君ではないようだ、フリーナ殿。リネが歌劇場にいた時、ほんの少し油脂器に近づいただけで、
大量の立証混合エネルギーが付着した。それでこのことに気づいてね。この件も君とは無関係となると、水神様ともあろうお方がまさか本当に何もしていないわけじゃないだろうね。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿がお茶会に出席していないのを見るに、彼はフリーナ殿に命じられて何かトラブルの処理をしているのだろう。あ、そうだとも、そういうことさ。このことは内密にしてくれ。それは無論だが、最高審判官殿がそばにいないとなると、フリーナ殿もさぞかし自信を失うようだ。さて、話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの皆さんで召し上がってくれ。旅人、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。どうぞケーキをもう一つ取ってくれ。苦労した者は報酬と感謝を受けるべきだからね。バイモンも、さあ。ありがとな。じゃあ遠慮なく。やっぱりケーキは最高だな。この僕のテーブルに乗るデザートはどれも一級品だからね。あ、そうだ、召使いが美味しいケーキを持ってきてくれたことにも感謝しないと。礼は結構。ここにいる皆さんに味わってもらえるのはケーキにとっても本望だろうからね。私はただフリーナ殿の好みに合わせて一緒にお茶を飲みながらおしゃべりできるチャンスを用意したに過ぎない。さて、もういい時間だ。今日のお茶会もそろそろお開きにするのはどうかな。私はまだ用事があるので先に失礼させてもらおう。よかろう、ではお開きだ。旅人、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。最後の数分間で少し講師の話がしたい。オイラも一緒に行くぞ。このお茶会、想像以上に厄介なものだった。コホン！なぜ僕のことをそう見つめている？何か用でも？特になければ、僕は休ませてもらうぞ。付き合ってくれて感謝する。まあ、講師はただの口実で、君たちと彼の間に何があったかなんて興味はないんだが。やっぱりな、そうだと思ったぞ。前回、君がハウス・オブ・ハースの子供たちを救ってくれたことだ。彼らの父として礼を言わせてもらう。私はそんなダメな父親に見えるか？ハース・オブ・ハースはとても大事な存在でね。私が子供たちを大切にしていることも君なら知っているはずだ。公式な場では公式な話題を、逆にそうでなければ公式な話題は避けるべきだ。話はそれだけさ。メロピデ要塞から戻ってきたばかりだと聞いてる。何もそう気を張らないでくれ。君から情報を聞き出そうとしているわけじゃない。あそこにはリネ、リネット、それにフレミニがいる。私は子供たちの能力と判断を信じているからね。おう、あいつらすごく頑張ってたぞ。邪魔をしてくる奴には全力で抗ってな。特にリネの奴が。リオセスリだろ。あれが手強いのは知っている。だが、リネは強がりでね。
他の者に頼ることをもっと学んでほしい。例えばこの私とかをね。ただの世間話だと思って答えてくれ。フリーナ殿についてどう思う？君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。私の視点から教えてやろう。以上がこたびの審判の顛末です。皇子様は有罪判決を下された後、そのままメロピデ要塞へと応送されました。休暇を過ごしていたはずなんだがな。これほどの面倒事を残しておいて、羞恥心というものが全くないのか。そのまあいい、全く無意味なわけでもない。ある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか？いや、必要ない。私が直々に動く。水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核を担う存在。しかし面白いことに、彼女は神というよりもスターに近い存在と言える。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。わ、逃げた？待て。私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。だがまさかフリーナ殿にこうも簡単に近づくことができるとは。あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほど、それは餌である可能性が高い。だが餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら餌は釣り針にかけられた瞬間、犠牲になる運命からもう逃れられないのだから。うわ！事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。水神は神の心を持っていない。それに加え、彼女はどうにも神には見えない。その身には何らかの呪いの気配がある。君は誰？何をする気だ？殺さないで、お願いだから。この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないことがこれでほぼ確定した。彼女に手を下す意味はなくなったようだ。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲撃したと告発する者もいなかった。フリーナ殿はこの件を他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながらすすり泣いていたそうだ。彼女はとても怖がっており、一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測を立てた。もしかすると真の水神は彼女ではなく、最高審判官のヌビレット殿なのではないかと。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心はヌビレット殿のところにある可能性が高い。それか一般人では近づくことが許されない場所に隠されているか。お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。皇子様が失踪したとのことです。またメロピデ要塞に潜伏していた者と買収していた監視との連絡が途絶えました。例のリオセスリという者がやったのだろう。おそらくそうだと思います。執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。これでフォンテーヌ側には外交的な責任問題を突きつけられる。実にいい機会を得た。水神フリーナ殿と
最高審判官ヌビレット殿に会おう。面会の手配を。それからリネ、リネット、フレミネ、君たち三人にはやってもらいたいことがある。はい。公使タルタリアの失踪は計画外のものだったが、突破口となる。こちらの正当性を訴えた後、私は計画を進めるための布石として譲歩しよう。そしてフリーナ殿とヌビレット殿に探りを入れる。流れは完全にハウスオブハースにある。メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのはただのブラフ。本当に情報を集めるのはリネたちだ。その後のことは君も知っているはずだ。君はリネたちとも交友がある。隠すつもりはない。お前水神を襲ったのか。どれだけ大声で叫んでもそれが公になることはない。フリーナ殿でさえ何事もなかったかのように振る舞っているのだからな。そうか。私はフリーナ殿と2回お茶を飲んだ。正直フォンテーヌの上層は想像よりも複雑らしい。以前はあのヌビレット殿こそが水神だと予想していたが、今となってはそれも違う気がする。私は氷の女皇に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。だがヌビレット殿といい、フリーナ殿といい、どちらも何かが欠けている。あれが神だとは到底想像できない。これは単に私個人の感覚に過ぎないが、大半の場合感覚というのには理由がないものだ。情報を扱うものだというのに故郷の神が誰なのかさえわからないなど、実に笑える。フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にありながら、こうして災難が迫りつつある。フォンテーヌ人が生き延びるには、おそらく自分たちでその術を考えるしかないのだろう。結局のところ生きていることでチャンスは訪れる。今後もし必要な時が訪れれば、君と協力関係を結ぶことだって辞さない。すぐに答えを出さなくても大丈夫だ。何せ事態はここから先まだ変わる予感がする。君の名前はよく大義と結びつくことが多い。いずれ共に手を組む日が来るはずだ。こんなに早く戻ってくるとはな。いろいろと話したいこともあるだろう。私はこれで失礼させてもらうよ。